米ではですね、地獄峠出発しまして、次が、小都市別駅というですね駅になるわけでございます。小都市別駅はですね、ご搭乗ありがとうございます。まあ航空写真なんかでかつて見た限りでは、かなり廃村に近い感じの場所でした。かなりかそってます。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ただここもですね、駅舎がコミュニティセンターになっているということで、駅舎跡じゃなくて、これもあれですね、銀河線ができた時に自治体が駅舎兼コミュニティセンターとして整備した、そういう建物が残っていまして、それを目指して進んでいこうと思います。やっぱりこの桶戸から陸別に、この国道走りやすいですね。クンネップから陸別に出てくる道に比べて、ただこの辺冬どれぐらい寒いんでしょうね。僕陸別一番寒い時に2回ぐらい通ったことあるんですけど、あの時確かね、マイナス26度、車内の温度計がマイナス26度としていたことは覚えてます。で、川から温泉のようにね、湯気が上がっていました。陸別の寒さはね、北海道民から見ても異次元の寒さですね。それで小都市別駅はですね、小都市別の集落が国道側にはなくて、から線路跡挟んだ向こう側にあります。集落に入っていく道の目印としては、地図を見る限りでは十勝オホーツク道の高架の手前ぐらいに、おそらくは小都市別の集落に至る道があるのではないかなと思います。峠越えの時に雨降ってくるかなと思ったんですけども、まあ、かろうじて雨は降らずにですね、ここまで走ってくることができています。まあ、晴れてれば最高なんですけど、まあ、とりあえず雨さえ降らなければ、まあ、撮影自体は問題なくできるので、まあ、ここから先できるだけ雨に降られることもなくですね、暗くなるまで撮影を続けていきたいなと思います。まあ、今が15時18分なので、まあ頑張ってもあと4時間っていうところでしょうかね。まあ、初老を越えて本別ぐらいまで行ければ言うことないですけどね。手前に小都市別の集落に入る道があるはずです。多分これで、ここにですね、踏切の跡があります。あ、ちょっとね、雨降ってきた。あ、やっぱり雨降ってきたか。まあそれでも まだパラついている程度なので、まあ、撮影自体は問題なくできるとは思います。雨が本格的に降ってきたら、もうその時点で試合終了ですよね。いや、っていうか小都市別どうなってるんだろう。駅跡っていうか、大丈
丈夫かな。あ、しかもなんか雨強くなってきた。やばいな。でも向こうの方に行ったらなんかね、雲が薄い気がするんで。ああやばいな、俺やばいよ。陸別で今日は試合終了かもしれない。知る人ぞ知るシャレを突っかけ的なものがあって、目の前にはワンちゃんがいます。ただ廃浴満タンという感じですね。廃浴、こっちも廃浴、北海道開拓時代を思わせてくれるような廃浴満タンの場所ですね。いやー雨降ってるのが残念だ。そしてこれが、小都市別駅跡ということになります。駐車場はここでいいんでしょうか。そしたらまあ車止めて現地調査の方を行っていきましょう。ただいまの気温は 14.7 度ということです。はい、ふるさと銀河線、小都市別駅の駅前にやってきました。今でも、小都市別駅としっかり表示がされています。あー、なんか雨が垂れてきた。ここ入れ、入れますね。入れる入れる入れる。あ、廃液ノートある、廃液ノートある。廃液ノートありますね。そして駅名表が置いてあります。廃液の3冊もある。素晴らしい。銀河線の路盤の跡は多分ねこういうのだと思います。そっちかな、そっちかもしれない。向こうになんかねホームのようなものがあるんで、ちょっとそっちの方も行ってみましょう。